お疲れです。よしみチャンネルです。今回は、あんこう鍋をちょっとやっていきたいと思います。あんこう鍋なんですけどね、今回は練りごまを入れて、ごま味噌ベースでちょっと作っていきたいと思います。今回作るのは、あん肝とか入れないで作るので、他のね、ちょっと汁物のお料理なんかにいろいろ利用できるので、ぜひ試してみてください。ではですね、早速、やっていきたいと思います。よろしくです。はい、まずはですね、今回のあんこう鍋の、鍋の汁を合わせていきたいと思います。今回はですね、練りごまですね、ごまと味噌を使ってちょっとごま風味の、味噌仕立てで、作っていきたいと思います。まずは、すり鉢で、練りごまと、味噌をですね、すっていきます。少しずつね、だしで、分離しないように、伸ばしていきたいと思います。直接、鍋で作っても大丈夫です。今回は、先に、鍋の煮汁を作っちゃって、そうですね、後から乗せて煮込む仕方で作っていきたいと思います。あんこう鍋なんですけども、今回は、あん肝の方は、煮汁の方には入れないで、鍋の方に、入れていきたいと思います。だしで伸ばし終わったら、あとはそうですね、みりんとお醤油で、味をつけて、調整していきたいと思います。野菜とかね、結構たっぷり入れる場合は味は、濃いめでいいと思います。今回はちょっと1人前の鍋でやるんですけども、お好きな鍋で、お好きな野菜ですね、今回は白菜、お豆腐、しめじ、椎茸、長ネギなど入れてあります。はい、あんこうの実はですね、カットしてあるあんこうの実を一度熱湯にくぐして霜降りして、お魚の臭みを取っていきます。煮込む方法もあるんですけども、今回は小鍋で一緒に煮込んでいく方法でやっていきます。野菜を詰め終わったらですね、先ほどの合わせた、ごま味噌のスープですね、こちらを入れて煮込んでいきます。しっかりとね、煮込むことでコクが出てきます。はい、こちらあんこう鍋仕上がったので、食べていきたいと思います。そうですね、まずはちょっとスープからちょっと味、しっかりコクが出て美味しく仕上がってますね。じゃあ、あんこいただきたいと思います。あんこいただきます。めっちゃうまいっすね。美味しく仕上がってます。今回はですね、練りごまを使ってごま味噌仕立てで仕込んでるんですけども、コクがあって美味しく仕上がってます。で、ごま味噌を使うとね、あん肝をね、直接味噌の方に、から入りとかして混ぜなくても全然コクのあるスープできるので、あん肝はある時だけね、塩蒸ししたやつを鍋と具材と一緒に後から入れれば、そうですね、美味しいコクのあるあんこ鍋できるんで、ぜひ試してみてください。美味しく仕上がってます。だしの味付けもですね、美味しく仕上がってます。野菜とかね、たくさん入れるときはですね、どうしても薄まってしまうので、味付けをね、ちょっと味噌とか、醤油の量をちょっと増やすといいと思います。今回はちょうどね、今回の量でちょうどいいくらいです。はい、今回の動画も良かったと思いましたら、いいねボタン、またはコメントですね、ぜひよろしくお願いします。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。